おはようございます。6月23日、モーニングショットをお届けしたいと思います。ドル円ですが、142円の8070のおしめ買い、ただし本日は指し値は全ていたしません。142円の50ストップ、143円の2030利食いでイメージをしております。ユーロドル、1.098090 の売りから、1.1015 でストップ、1.093525利食い。ユーロ円156円3020買いから156円ちょうどでストップ、156円の7585利食い。ポンド円181円の6050買いから181円の20ストップ、182円の4050利食い。タイドルは 1.277585 の売りから 1.28 の05でストップを置き、 1.2710 ちょうどの買い戻し。オージー円97円ちょうど97円10の売りから97の40ストップで96の05、95円の95で買い戻しを。タイドルは 0.677080 売り、 0.68 ちょうどでストップ、 0.671505 で買い戻し。ニュージー円88の4050売り、88円の65のストップ、87の8070買い戻し。タイドルは 0.619505 で売り、 0.62 の25でストップ、 0.614535 での買い戻しのイメージを作りました。まあ、本日はちょっとピッチが早かったということと、まあ、実情かなり143円台売るだろうなということと、あとはですね、まあ、当局からの牽制発言もあるかもしれないというふうに考えて、今日は飛びつき買いをしないで、押し目をちょっと待ってみたいというふうに考えて、今142円の、70台での、その買い戻しって言いますか、ごめんなさい、買い戻しではなくて新規の買いをイメージをしております。今日は差し値をしませんので、タイミングを見ながら、ザラバで買う形になろうかと思います。まあ非常にピッチが早いんで、あんまり上ね飛びついて買いたくない143円台です。今ちょうど戻ってきまして、142円台の今、先ほどまで80台やってましたけど、今90台前半です。まず、やはり引きつけて、買いから入りたい、それでしっかりと、利食いをして、週末を迎えたいというふうにイメージをしております。また何かございましたら、ぜひお取引よろしくお願いしたいと思います。簡単ではございますが、モーニングショットこれで終了です。